はい、アサシンクリード、バルハラ、続きやっていきたいと思います。前回パートの後で、ちょっとトントだっけ、敵対されたんだけど、なんかいろんなね、ロケーションチェックだけ済ましてきた感じですね。だから前回パートから時間もそんなに経っておりません。じゃあ話を進めていきましょう。さて、シグルドから聞いたぞ。よくやった。レデチェスターとテンプルボロー砦だ。知ってることはあるか？レデチェスターは大きな村だ。テンプルボローの方はどうということもない古い軍事拠点だ。バーグレッドはそのどちらかにいるはずだ。さっさと調べた方がいい。そうだな。女はどうすんだ？とんだな。今頃バークレットに手紙を書いてるぞ。銀を払えば俺たちのことを教えるってな。その件は任せてくれ。お、よし始めよう。テンプルボロー砦は俺が落とす。タモに行こう、シグルド。なら俺はレデチェスターだ。一人でも寂しくないぞ。タモも連れて行け。エイボルならそう呼んでも構わんだろ。先に出発してくれ。すぐに合流する。まあとんでもない男だけど、案外いい関係築けそうな気もしないでもないな。はい、取引完了。次はどこに行くんだ？レベルアップ。複数のクエスト。まあ、いろんなとこに行くことになるんだろうけども、レディチェスターの噂話。こっち行けばすぐ終われそうな感じだけどね。まあ、どっちかといえばこっちでしょう。ファーストトラベルで行けそうにない感じか。まあいい。とりあえずここに飛んで、まあ、今から行く場所がね、前回パート終わったとこなんだよね。ただ、中立になったことはなったんだけど、これ以上入るといかんみたいなね。タムはそれで。で、どっち？こっちね。752メートル。向かっていきましょう。まあ、近く行くまでカットしてね、やっていきましょうか。はい、まだまだ距離ありますけどね、またハテナが湧いてるんで、またちょっと話してみましょう。なんか話すとね、なんか情報を教えてくれるんだけど。やあ、旅の人。何かお探しなら力になるよ。いいね。価格は適正なものだ。まあ、有料になるんだけど。ああ、わかった。知識の書。さて、地図を見せてごらん。この場所だ。どっかわからんけどな。で、マップに新たなとこがチェックされるんだけど、どこにチェックされたかよくわかんない。ここだな？それでスキルがね、覚えれるんだよね。で、またこうすぐ話しかけても、今はそれくらいしかない。そういう感じ。よし、じゃあ行きましょう。まあ、300メートルとかメートルなんてもうね、カットするほどでもないから、このまま行きましょう。おお ?100 メーター、130メーターぐらいかな、距離離れてるの。となると先にファストトラベルポイントチェックしに行っちゃうか。でも入った瞬間なんか敵対されてて。奴らに気づかれると厄介だ。そうね、そういうことね。じゃあまあ話しかけて一緒に、アイバーと一緒に行こうか。で、お前の目をくれ。あそこね、オッケー。じゃあアイバーに会いに行きましょう。そんなに敵は少なくないと思ったんだけど、案外少ないですな。なんかもう中でやってんじゃねえの？よろしく。あ、いるね、なんか。吹き出し出たね。ちょっと待って。殺してるな。間に合ったか。お前抜きで始めるとこだったぞ。何が見えた？多くの兵士、荷車の手入れ、イタチ野郎のバークレットは間違いなくここにいる。あそこに浴場と教会があるから、ね、石膏に両方調べさせて、そろそろ戻るはずだよ。で、テンプルゴローでウバとシグルドに会ったか。いや、バークレットがここにいるならその必要もない。大殺しに専念すりゃやらずに済むことがたくさんある。なのに兄貴のせいで逆に王を生む羽目になってる。あんたたちはギクシャクしてるな。意外にも違う考えを持ってる。お前とシグルドはいつも気が合うのか？会うことの方が多いな。お前はまだ若い。俺の年になりゃわかるぞ。近けりゃ近いほど匂いが鼻につくようになる。うん、なるほど。これ以上石膏を待っても無駄だ。死んだか逃げたかだろう。待ってやれよ。うん、そいつが見つかってまたバーグレットに逃げられたら困る。あんたはここで待て、先に行く。どうしたエイブル、ちょっといつもより冷静じゃねえな。荒いぞ。エイボルは荒いぞ。あたりを調べろ、スニ。まああそこ行けってこったな。まあなるべく見つからないように行ってみますか。敵対だけど住民に紛れていけば関係ねえだろ。ちょっと待て。頼むぞ。あ、いいんだよな。あそこにも隠れてる可能性があるってことか。まあせっかくだからまずこっち行ってみようか。これが浴場だな。入る手段を探そう。うん。あそこだな。そこね。浴場というとさ。オリジンズ思い出すよね。静かに行こう。随分と物資を溜め込んでるな。浴場に移しておけ。で、入り口にちょっと鍵も見えたしな。取り戻しに行くべきじゃないのか。先に食料を確保しろってレオフリス様の命令だ。レオフリスの命令ね。バーグレット王は奴にうんざりしてるらしい。もっぱらの噂だ。うんざりなんだ。見りゃわかるだろ。あれこっち見てる？あ、こっち見てるね。エンジンが現れてからずっとそうだ。ドキ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 するぞ。オッケー。さあさあ鍵を奪っちゃおう。レディチェスターの鍵。オッケー。来た。あとこっち行こうか。よいしょ。うん。ジェオベルト。お前気は確かか。敵の兵士かと。静かにしろ。何をしてんだ。何をしてる。私は。バーグレッドを探していました。石膏とはお前か。バーグレッドを見つけて降伏するよう説得したかったんです。でも彼はレデチェスターにはいない。なぜそう思う。レオフリスが部下とここを通った時に盗み聞きしました。ここにあるのは食料だけです。うん、手紙でも読んだけど、バーグレッドの妻エルスイス王妃の護衛を増やせと彼は部下に命じました。王妃はテンプルボローです。きっと王の行方を知っています。なるほど。すぐにここから出るぞ。どこへ行く。この辺はよく知ってます。市場を通りましょう。こっちへ。またあいつ鍵持ってる。え、おいおい、鍵はね、あ、2個目?逃げろー。なんだよ。そこら中に衛兵が。離れるな。どうすれば。戦え。こんなとこで死んでもらっても困るからな。うん。ほい。ある程度解除しないとダメって感じか。え、ほい。よし、これが愛はそういうわけじゃないんだ。どこに向かえばいいんだ。え、ちょっと待って。あ、あそこにアイパーがいるのか。よし、ここも気になるけれどもな。ただショートカットなだけか。無事か。怪我はないか。大丈夫です。神よ、こんなことになるなんて。殺されるところだったんだ。仕方ない。ここにいろ。何、ムービーに入っちゃう。王はどこだ。サクソン人、どこにいる。父なる神よ、我に救済を。奴らの神は一体いつになったら泣き言を聞いてやるんだ。無茶をするな、アイバー。ジェオベルトは死ぬところだったぞ。根性をつけようと頑張る若者の邪魔しちゃいかんだろ。ごたくはいい。あんたは楽しんでるだけだろ。やめてください。アイバーのせいじゃありません。自分で志願したんです。警告しておくぞ、ジェオベルト。父親が王になるまでお前はマーシアの敵だ。英雄じゃない。分かったな。分かりました。えらい素直だな。ならレプトンへ戻って呼ばれるまでじっとしてろ。もう行くのか、狼傷。王はいないが死体をいくらでも漁れるぞ。バーグレッドの王妃エルスウィスがテンプルボローにいる。何か情報が得られるだろう。はい、リチェスターの噂話。経験値うまうまだな。はい、まあじゃあそのまま、まあこのまま探索するのが一番ねベストなんだけど、まあ次の目的地に向かいましょう。テンプルボローの壁ということで、どこだ？どこあ、ここね。ちょっとファストトラベルで行けそうもない感じだな。まあ、この辺の近くまでカットしましょう。その前に、ここのファストトラベルポイントだけね、解除して、向かっていきたいと思います。ここまでカットします。はい。だいぶ近くまで来ました。まあ、道中ね、ちょうど、通る場所のね、ロケハンはしてきましたけどね。一個野営地通り過ぎたぐらいで特に大きい収穫はなかった感じですけど、ようやくね、到着しました。お前はこの口の固い男よりはよくやった。こいつはもう喋れないからな。すべて話した。解放してくれないのか。えい、ボル、やっと来たか。ちょっとな。この捕虜はどうしたんだ？巡回中だった砦の兵士だ。話を聞いてたとこだ。ここにバーグレットはいない。奴らが守ってるのは王妃エルスイスだ。タムワースで別れたらしい。同じ話をレデチェスターでチェオベルトから聞いた。チェオベルト？なんだってあの小僧がそこに？アイバーか。そういうこと。話せば長くなるが、あいつは無事だ。レプトンに返したよ。で、作戦は？そのうちこいつらを探しに誰かが出てくるだろう。俺たちは中に入ってエルスイスを探す。王妃を捕らえて王を釣る。うまくいくかもな。ああ、とにかくやるしかない。そっちはこいつらの尋問を続けてくれ。俺とエイボルでエルスイスを連れてくる。オーディンの導きを。よし、行くか。シグルト。正面から行くのは得策じゃない。手薄な場所から入るか、お前のロングシップを使うかだ。どっちにするかは任せる。ああ、エイボル、俺はこんな日が来るのを夢見てた。王を探してあちこち駆けずり回ることか。バイキングらしく生きられることをだ。お前と仲間たちと共にな、土地を征服し、地盤を築き、絆を育む。それが見知らぬ場所でイタチを追うようなことだとしても構わない。俺は願った通りのところにいる。私もだ、兄上。はい、じゃあちょっとバイキングらしく行きたいと思うんだけど。どうした？行くぞ。そういうこと。せっかくだしな。ただちょっとファストトラベルじゃなくてカラス読めないんだ。オッケー。矢はどうだ。まあ固まっていった方がいいんだろうけどな。おいでおいで。ちょっと戻るか。よしこ。スタックしてる場合じゃねえぞ。あとこればっか使っちゃうな。Okay.あとさ、これもいいんだよね。こう溜めて溜めて入れて、これの弓の消費もないしね、確か。OK。ちょっと救いに行くか。ほい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 と。OK、よしこ。どこ行きゃいいかわかんないけどな。OK、グッジョブ。裏から開けてこないかんか。うわ、なんかすっごいやばそう。OK、財宝回収。下の階層にはどうやって行くんだ。ついでにこの宝も回収して、うん、ちょっと探索続けましょう。でもやっぱ城の中っていうかさ、砦の中だろうな。ここはいかがですか。やばいやばい。ああ、もうあ、なんかスキルの書あるね。なんてことやってんだ。同時に押しちゃうとな、カメラ撮影モードに入っちゃうから。 OK、アビリティ貫通1。まあ名のごとくはあ、これでなんか鍵もって感じ。お前らさっさと出てけ。エルスウィス王妃マーグレットはうまいことあんたをかくまったようだ。だが消えたものは必ず見つかる。次女たちはここから解放してあげて。彼女たちは無関係よ。聞いたか、エイボル。気高く博愛に満ちてる。話をするならこういう人でないとな。立派な女性だ。王妃よ、俺たちの狙いは国王だ。潜伏先を教えれば血を流すことなくここを去ろう。お願い。私は何も知らないの。大したもんだ、シグルド。目の前の危機を理解できてないだけだ。すぐにわかるだろう。待て、これは選択をする人間の召使いの手だ。こいつは替え玉だ。この中にいるんだろ。そっちは頼んだぞ。エルスウィスを追う。ちょっとここ気になるな、この建物。あ、ここ行けるじゃん。え、壊せない？あ、下が行けるか。これ逃げられるとかないよね。大丈夫よね。行こう。そこになんかあるもんな。やっぱ動いてるな。逃げてるぞ。逃げ切られるとクエスト失敗って感じ。めっちゃ逃げてんじゃん。やばい、こいつは困っちゃいかん。いや、普通に走っていけばいけんのか。夫がお前たちを地獄へ送る。考えたものだな、王妃。手間をかけさせてくれる。その手を離しなさい、異教徒。もてなしの心はなくしたのか。聞くんじゃなかった。え、これは何？ここは AI か。散々苦労したのにか。冗談はよせ。何をしているか理解。毒のマークのやつがいたから怖かったな。これはエルスイス王妃。さっきの顔似てるな。神に魂を焼かれなさい。魂があるものならね。大物を捕まえたな、エイボル。お前に劣らぬ詩人だ。キャドリンはどこ？彼女に何をしたの？次女のことか。あの度胸のあるお高い服を着た女なら他の連中と拘束されてる。俺がタムワースへ連れて行く。話を聞こう。ライバーいなくてよかったな。シェオウルフに知らせよう。王妃を説得する手段を思いつくかもしれない。向こうで会おう。そうだな。シグルド、捕虜はどうするつもりだ？必要な情報は得た。解放しよう。うん。まあここで殺してもいいんだろうけど、解放しましょう。クエスト完了。暗殺の選択肢出るのが面白いな。で、次は傾き始めた戦況。次はファーストトラベルで飛んでいけそうな感じするね。ここね。OK。じゃあまあ今回パートはここで終わりにしときましょう。この後は直接ここのファーストトラベル、最初にいたとこね、戻るだけなんで、すぐ行けそうだからね。次回パートまでにこの辺のちょっと探索をちょっと済ませようかな。そんな感じに思ってます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。